あまず勢いよく乗っていったのは岡田歩夢選手、リボンライダー15歳。さあ高く跳ねています。ワイキン360、エリバンステンポよくコンボを決めていったところ、少々時間を残して1本目が終了。各選手30秒の持ち時間、これを3本行います。続いては佐々木青子選手、小山スラックラウンド所属。マイキー文章、サイドブッカー、ここで30秒が終了。続いては殿村美希選手、 ASP 愛知スラックラインパラダイス所属、トーニー、マイキー文章、ここで1本目の30秒が終了。代わっては中村あかり選手、東京出身リボンライダーダブルニードロップ、通称アッカー、マイキーリバースマイキーからの360、横方向の回転コンボ、ここで1本目30秒が終了。あった選手でした。さあラストは内上真央選手、滋賀県からのエントリー、グラブを挟んでテストからの帽子、ダブルニータッチを挟んで、いいここで30秒が終了。さあどの選手も非常に美しいトリックを繰り出しております。女子の予選第1ヒート2巡目です。岡田歩夢選手、リボンライダー登場、360からのダブルニードロップ、バランスを取っていきます。フロントバット、ここで30秒が終了。2本目もきれいに決めていきました、岡田愛選手。さあ変わっては佐々木直子選手、もう一度360、ここで30秒が終了。続いては ASP 愛知から殿村美希、トニここで2本目30秒が終了。さあ続いてはギボンライダー中村あかり、あっかの登場、大きく跳ねていきます。
ハイコーティー一周半横方向に回しました。リーボール、ここで30秒が終了。さて、藤上真央選手、前後に足を開いてスプレッド、体の力技、腕のバランスを取っていきます。ここで30秒が終了。さあ、いよいよ女子のシート、ラストの30秒岡田歩夢選手、リボンライダーフリーボー、そしてフロントバット、もう一度前に回していきました。フロントそして2回転を狙っていったところで30秒が終了。ここで30秒が終了。さあ、いよいよ第1ヒート女子予選ラストの登場、内上真央選手の3本目、グラブを挟んで今度は後ろからグラブ、フリーフォー、回していきました。ここで少々時間を残して